こんばんは、AKB48 ハーフのココハフモコハーモグ。夜ご飯を食べながら配信をします。もう食べてるんですけど、9時前ぐらいまで。今日 GBT マジでできない、つらい。せっかくの GBT ポテト美味しい。ちゃんと今日何食べたか全部ウィバースに送ってんの偉い。ポテト美味しすぎて食べちゃう。あと私泊まったら終わりなんですよ。泊まったらお腹いっぱいになっちゃうから、泊まらずに食べる。マッピーさん、あちゃこちゃん、あきら8523ハートありがとうございます。今日もうずっとお菓子しか食べてなくて、差し入れをとにかく、あのね、消費しないと。賞味期限が来てしまうので、今日お菓子をいっぱい食べました。なのでご飯は1食目です。すっごい塩。
うどんと迷ってマックにしました。結構ギリまで悩んだ、うどんと。でも今は夜マックだから、と思ってちょっと食べにくい。マックにしました。加藤紀藤さん、哲也さん、ハートありがとう。間違えた。ドボンの端末を押そうとして今ケチャップの中に指突っ込みそうになった。危ない。ドボンのスタンプを押そうとして冷えると美味しくなくなるから先に全部食べちゃう。ポテトノンストップ系女子。でも本当に今日食べたもの全部ちゃんと リバースした。差し入れのちっちゃなお菓子も。
なんかすっごい塩強いやついる、喉直撃みたいな。もうガラしちゃった。飲み物飲むね、ありがとう。一本ずつもぐもぐ可愛いやつ。え、みんな5本ぐらいずつ食べるってこと？すごっすごっ。間違えた。あとちょっと。ラスト。ごちそうさまでした。カッコポテトだけ。こっから本番。本番。いただきます。もうお腹いっぱいなんだけど。まあ動くんで、今日この後。え、この倍のシール2個貼ってあるので、シールまで倍じゃなくていいの？絶対貼るとこ間違えたでしょ、この人。おもろい。バイシール2個ある。こことここ絶対貼るとこ間違えた。おいしそう。初、今年初月見バーガー。なんか月見マフィンは食べたんですよ。いただきます。ちょっと冷房寒い。めっちゃ LINE 来てない？めっちゃブーブー言ってんだけど。あ、今日の埼玉の集合写真が送られてきた。びっくりした。びっくりした。終わったのね。お疲れ様でした。
埼玉のどこでやってるの？埼玉市。わかんない。おいしい。もう倍じゃなくてもいいかも。本当に月見とてりたましか食べないから許してほしい。から動くから。美味しいです。誰？あ、トップガが全然知らない人からの連絡ってめっちゃ怖くない？普通に友達でした。誰？とか言っちゃった。大体マネージャーさんかメンバーとしか本当に LINE しなくて、そう、でマネージャーさんは大体あれがないんですよ、トップガがないのよ、だからわかるじゃないですか。でメンバーもまあ LINE する人とかのトップ側もわかるんですけど、お腹いっぱい。
でも止まったら終わりなんで。お守り使わなきゃ。明日の10何時から？一応日ガチャ。この卵のさ、卵美味しい。ゆりさんのあれ始まった。ゆいさんが喋った時だけ音量マックスにならないかな。ちょっと他の方ね、男性の方が喋るとショールームの配信がバーンされてしまうので。やばいやばい。ゆいさんが喋る瞬間だけマイクスピーカーオンになってほしい。
うん、マッチーさん、ハートありがとうございます。なんか、あれ見終わりました。クラスメイトの女子全員好きでしたっていうドラマ、最近移動中にずっと、移動中じゃないか、移動中は最近ブラックペアン、ご飯食べてる時とかドライヤーしてる時とか。ブラックペアンは字幕がないので U-NEXT で見てるので、ドライヤー中とかは見れなくて、で、しゃ、見ました。盗作、小説家さんが盗作しちゃって、その盗作し、盗作した作品でなんちゃら賞みたいな取って、新人賞みたいな取って、でその先生、元々の先生を探すっていう、先生っていうか元々のそのノートを書いた人を探すっていうドラマだったんですけど、そう、ジャイアンの方が主人公、なんかコップとかジャイアンの服意識してておもろかったですうん、ギザギザ、え、なんか止まった、すいません、止まりました。そう、でもなんかそのなんていうんだ、説明すると、今の話聞かなかったことにしてもらって、なんか小説家を目指した人が、その中学校の頃に埋めたタイムカプセルのものが、ものを見て、間違えてその中学校の時の女子のなんかノートが自分のところに届いちゃって、でそのタイムカプセルの中にあったのが一冊の小説で、その小説を、まあ、気持ちパクって世の中に、世の中っていうか、なんか新人賞みたいなのに応募したら賞取っちゃったよみたいな、でその作者さんを探しながら、でもこの人は作家としてやってるので、一応賞を取った人だから連載を書かなきゃいけなくて、でその連載の内容が、その過去にクラスメート、過去に好きになったクラスメートたちの話をめっちゃ書いていくっていう、でそれをしながらその元々の作者を探すっていうドラマだったんですけど、食べ終わっちゃった
Hulu さんで見れるので。笑い多め。キュンとかじゃない。ネタ要素満載。です。それを見て見終わったのと、最近見終わったドラマ、ブラックペアン1話見終わりました。今2を見てます。都会先生が去って天城先生が来ました。あとはナインボーダーっていうのも見終わったし、だいぶ前から見たやつを今喋ってる。あと何見終わったかな。移動中とかに見てる。ドボンやりながら笑うマトリョーシカもう見終わりました。でも結構前から今ずっと言ってなかった、みんなに何見てたよって。そんな感じ。ドラマは標準速度で見てるのねえ。そんなわけないよね。本当にね。ごめんね。ギャロンさんミラーボールありがとうございます。あ、カラオケ配信しようかな。ちょっとボンやりながら見てます。最近ハイキューの曲しか聴いてないからわかんないや。AKB の曲全然わかんなくなってそう。最近ハイキューの曲しか聴いてない。一生オレンジ流してる。もういいかいのない。イヤホンあるんですよ。イヤホン。こうするとでもドボンの音聞こえなくなるって前クレームあった。クレームじゃないか、なんていうの、聞こえなくなるんだけどっていうご意見あった。みんなな、合わせられるさ。ちょっと、これ歌えるかな。盛り上げてみます。
一心わかんない、 B 面わかんない、人の世界も変わらなかったのよくな自分に腹立つ、青臭いロックの負けた、あんなに叫び続けて戦った情熱はどこに消えた、貼ったマイクのせいかしらけてしまった僕はいつの間にか大人になってた、また一人の抵抗は損をするってもなんだ、牙を抜かれて虚勢され従った方が楽だよ、絶対に間違ってはいないよ、信じてたものは愚かな理想さ、青臭いロックの負けた、あんなに叫び続けて戦った情熱はどこに消えた、貼ったマイクのせいかしらけてしまった僕はいつの間にか大人になってた、勝てねえ金ねえさえねえ夢もねえねえねえで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃね、ドゥドゥドゥワンツースリーフォー。これさ、これ使えなくなったのかな、あんまわかんないんだよね、なんかもうつなぎ方もわかんなくなっちゃった多分誰も使ってないこれ、ゲームの遠吠えでいいんだ、きっと誰かが聞いてくれてる、何より自分が歌いたくなったよ、古臭いロックで勝とう、今でも声は出るはず、怒りはこの胸でくすぶってる、かすれたシャウトのせいか、あれかあの頃よりもストレートにぶつけたくなる青臭いロック、あんなに叫び続けて戦った、情熱はどこに消えた、はうったマイクのせいかしらけてしまった僕はいつの間にか未来の自分ロックしてるか、青臭く、これ本当は輝きフェスに入ってた盛り上がるんだけどね、めっちゃ盛り上がるんだけど、なんか多分 AKB のファン以外は多分知らない人多そうだなと思ってそう、知らない人多そうだなと思ってちょっと思ったよっていう、曲がちっちゃい、伴奏音がちっちゃい、え嘘、なんかいつも伴奏音でかいって言われるんだよねうち今日いつもと逆だ、ミラーボール流れてたな、サプライズレバーさん、鉄道のエイトさん、ミラーボールありがとうございます、ギャローさんもありがとう、ミラーボール、うわ、またドボングランプリ、私今すごい頑張ってるんだ、あと何入ってたんだっけな、忘れちゃったな、忘れました、あ、私が最近好きな歌は、ないかも、ないわ、ないので内緒です
ドボンライブを思い出す曲にしよう。私が恋するなんてドキ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 、あんな男を好きになるとはクラクラクラ夢見心地、大親友もパパもママもちょっと驚いたでしょう、思い悩んでため息つく心の端が熱がどんどんほら上がってくよ、おでこに手をやればすぐわかるでしょ、生まれてから出たことないぼーっとしちゃう太陽、呼吸だって苦しくなって彼のこと思うと切なくなる、この世がバラ色なんて歌い嘘だって思うわ、右から左後ろから前下から上へ大騒ぎ、懐かしい振り付き、はい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 、鼻の頭にニキビができた青春青春青春、最近なぜか食欲がないなんてね、そんなわけないよ、でも大好きなチョコレートも途中で手が止まるし、いつも自分とどこか違ってなんか変だよね、体だんだん宙に浮いてゆく、酔っ払ってるようなとてもいい気持ち、初めてのこの体験は誰も病みつきになる、恋はいつも幻覚症状、周りはハラハラしっぱなしで、後で本人が知ったら嫌な汗をかくもの、どうすればいい、どうしようもない、なる用意しか乗らない、どうすればいい、どうしたいのだろう、どうにもならずもう終わり、誰かが誰か好きになって、世の中は大騒ぎだ、自分だけが盛り上がってドン引きされてもいい、どうも CM 見ちゃった、熱がどんどんほら上がってくよ、おでこに手をやればすぐわかるでしょ、生まれてから出たことない、ぼーっとしちゃう太陽、呼吸だって苦しくなって、彼のこと思うと切なくなる、この世のバラ色なんて絶対嘘だって思うわ、いつだってみんなで騒げたら絶対幸せだよね、右から左下から上へ大騒ぎ、死ぬかと思った息これサビもさ8人ずつで分かれてるんですよ、だからそうかいつもよりもあの酸素が足りないねそういつもだったら歌割りがあるから休憩があるんですけど、サビさえもそれがあるのに、もう今日はどこサビもなくて、もう全部なくて死ぬかと思った。皆さん、花玉ようちゃんさん、トシさん、サイリウム、オーテックさん、音符、鉄道ナイトさん、ベベモンさん、サイリウム、ディスクさん、サイリウム、トシさん、サイリウム、鉄道ナイトさん、ようちゃんさん、音符、サプライズレバーさん、ミラーボール3つ、ギャローさん、ミラーボール1つ、ありがとう、ありがとうございます。大変でしたね、すごく。
懐かしい。私この曲絶対にあれで歌いたかったんですけど、輝きフェスで歌いたかったんですけど却下されたのでここで歌います。これも入れようとしたんですけど却下されちゃって、まあ、逆にね久しぶりのリップグロスになってそのままになったので、そうだから逆に私がセンターでできたリップグロス、まあ良かった。素足ではまだ寒い、日差しが春色の渚、いつものクラスメイトと最後にはしゃいでた。今しかないタイミングでどうすればいいの、カラコンリンク、そっとあなたに特別なこの眼差し、好きですと言えなくて一瞬で伝えたい、右目から I love you、 ヘイゼル系の瞳、その奥で本当の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、片思いからこう、懐かしい、あ、間違えた、まあいいや、砂浜で間違えた、ふざけ合い恋する水しぶきの空、みんなを意識しすぎてぎこちなくなるのだろう、止められない砂時計、空になる前に過去の味生まれ変わって、いつもと違う私、ささやかなそのくしゃみでそう見たい別人のようででしょ、初めて会った夜が新鮮さ、積極的なアプローチ、傾いてく夕日はどう見えるのかな、あの日からフォーリンバー、どうかどうか気づきなさい、こんな乙女チークの、どうぞどうぞ好きになったら、好きになったら瞳の色変わる、カラコンウィンク、そっとあなたに特別なこの眼差し、好きですと言えなくて一瞬で伝えたい、右目から I love you、 ヘイゼル系の瞳、その奥で本当の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、片思いからこからこんでウィンク、すいません
ゃみ出そうで間違えてくしゃみ間違えてばっかでくしゃみ出そうですいませんごめんなさい。オーテックさん、ようちゃんさん、音符ありがとうございます。ディスクさん、サイリウムありがとう。ヘッドネイトさん、ミラーボールありがとう。本当にギャローさん、ミラーボールありがとうございます。ようちゃんさん、音符ありがとうございます。サプライズレバーさん、ミラーボール3つ。しほさん、ハート。ようちゃんさん、音符いっぱいありがとう。なんか長いなって思ったそうフル声積んじゃったが短すぎるんだけどさ、フル長って思っちゃった。歌え、え、待って、これ前も歌ったっけ。歌えないけど歌っていいって曲、歌っていいなんかよく聞いてて、わ、でもこっちにしようかな。ないわ。前も言ってたっけ、そうやってこれ歌ったんだっけ結局。え、これ歌いましたっけ、これ歌いましたっけ結局。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ、半分だけ残して食べるつもりだった。え、どうだっけ、まあいっか、もう歌い始めちゃったから世の中には納得できないことばかりで、生きていることさえも嫌になってくるのよ。ラムレーズン一つでガタガタ言うなよって、デリカシーのないあんた、なんか死んでしまいなさい。気づいた時はここに、あ、歌ったわ。転がり込んだこの部屋は暮らしやすかった。でも臭いもの蓋してた、愛が臭いかけてる匂いや、見たくない現実とか、嘘だらけの思い出らしきもの、窓開けてぶちまけよ臭いものだらけ。なんかハモリと普通のと聞いてるから、なんか今私が自分がどっちが歌ってるか分かんないって言ってた。綺麗事を並べてこんな並べたとこで、歳を取りゃ誠意のないパートモンと分かろうよ。そう、あんたにとってはどうでもいいことでも、私にとっては命よりも大切なものなんだ。機嫌が悪く思ったら一晩だけはいいなんて、浅はかな男。ほら、臭いもの蓋するか、ちゃんと確認もしないくせに、想像の幸せとか理想だけじゃ仕分けできないもの、誰だって隠してる臭いものだらけ。やっぱさ、ゆうりさん公演で出張公演やってるからさ、あの公演の曲全部好きになる。そろそろ別れるしかないか、愛想が尽きた関係に育ててしまいた。もう臭い
美しい世界にいたい、そう願う苦手さに、愛されても付き合いきれないよ、あんたこそ一番の臭いものだった。この曲のゆなちゃんの歌声が好きです、私は。よく一緒に出てるから、よくリハ見るんですけど、めっちゃ声出てる、すごい。かっけーって思いながら見てます、いつも。よちゃんさん、熊高さん、鉄道ナイツさん、白いペガサスさん、音符ありがとうございます。実家のバナナちゃん、ハートありがとうございます。ジュウさん、ようちゃんさん、鉄道ナイトさん、音符ありがとう。君ひでさん、音符ありがとう。としさん、オリビエさん、ようちゃんさん、サイリウムありがとうございます。ギャローさん、サプライズレバーさん、ミラーボールありがとう。なんか歌ってほしい、私が歌えそうな曲で歌ってほしい曲ありますか？私が歌えそうな曲で限定っていう。なんかあるかな。テディーボーイなくてさ、歌おうとしたんだけど、こっちにあるかな。いや、前も調べた気がするな。なんか絶対調べたんだろうな、うちきっと。これ好きだからこれ歌おう。誰かを好きになるとじっとしていられない、彼の顔を見られれば毎日がハッピー、ジタバタの片思い、話しかけてみたいけど胸がいっぱい、告られる人、告る人、みんな走って青春レース、ね、やばい、もう46分だった。あとこれと1曲ぐらい歌って終わります。レッスンです。 Thank you.
も好きですもっと渡り廊下で追いかけて愛しの彼に初恋ダッシュ先を走って振り向いて一瞬だけでも独占したい今日レッスンなのだからできないごめん本当にメール送らなきゃ危ない始まる前に送るねよちゃんさんてつやさん音符ありがとうケイシーさん音符ありがとうヒロくんさんミラブル2つありがとうよちんさんハートありがとうサプライズレバーさん やばいくしゃみ出ないサプライズレバーさんミラーボールありがとうくしゃみって言うと出なくなるんですじゃあラスト1曲何がいいかなわっちょっと待ってないんだっけこの曲この曲ないんだっけあるでも前も歌った前も歌ったかもしれないけどこれ好き今この時期にぴったりな曲なんでこれ歌って終わりますバスターミナル君を見かけたグレーのカーディガン大人っぽく見えるね夏の休みに恋をしたのかもう僕が知ってるいつもの君じゃないみたい微笑みながらそばに来るけど一方どんな顔して話せばいいか半袖シャツまだ着ている僕は戸惑う君だけが秋めいていた二人の季節言葉では言い表せない心の空は太陽がよそよそしくなる9月の終わり違うね綺麗になった小麦色のはずが今年は日焼けしてない相変わらずね君に言われて意味を考えたよ僕は今年もライフセーバーあの渚で待ってたのに夏は空振り君だけが秋めいていた時は過ぎてくくるりと背中向けて手を振ったそう僕は来年もきっと同じ場所からなんとなく好きでいるだろう取り残されてマジでこの曲のセンター
君だけが秋めいていた二人の季節、切ない風がなぜか吹いている。言葉では言い表せない心の空は太陽がよそよそしくなる。9月の終わり、うわ、もう私9月にこの曲歌えないんだ。9月の終わりにこの曲もう歌えないのつらいな。もう次歌うとき10月の初めだもん。もう一回歌いたかったな。ということで、ありがとうございました。よいしょ。私はミラーボール、マックビックさん、バラ、ヒロヒロさん、ハート、鉄のレイズさん、ハート、ベベモンさん、ハート、ヨッチンさん、ハート、ヨウちゃんさん、トミーダスさん、ディスクさん、音符、ヨウちゃんさん、ミラーボール、トラック野郎さん、音符、トシさん、サイリウム、マルガンさん、ハート、サプライズレバーさん、ミラーボール3つ、ゲロさん、ミラーボール、ヨッチンさん、ユタパパさん、ハート、ありがとうございます。ちょっと読めた人と読めなかった人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、すいません。この後レッスン頑張ります。ちょっと一旦ね、頑張ります。一旦頑張りますって普通に今頑張るんですけど、一旦頑張らせていただきたいと思います。このね、今マック食べた分を全部だ、あの、なんていうんですか、消費していきたいと思います。それではちょっとこっからのドボンは皆さんにちょっとすいません任せます。ありがとう。またレッスン終わったらドボン戻ってくるんで、そっからよろしくお願いします。それでは最後にランキングを読みたいと思います。1位サプライズレバーとぴょんどさん、2位ヨーちゃんさん、3位ギャローさん、4位トシさん、5位鉄道ネイターとぴょんどさん、6位てつやはるぴょん大大大好きさん、7位ひろくんさん、8位トラックヤローとゴリさん、9位ゆたぱぱ007さん、10位マックミックさん、11位ネバーストップ今日もみんなでラッキーツッキーさん、12位ともゆきさん、13位ベベモンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。はい、レッスン後は何も食べないように気をつけたいと思います。それではまた、ありがとう、またね、レッスン頑張ります、バイバイ、ありがとうございました。